これ以上恥の上塗りはやめろよ。皆さん、こんにちは。ハにヤです。本日は2024年2月1日ですね。で、この動画では、朝日新聞が能登半島地震に関する政府の動きに対して、また不思議なことを言ってる件をお伝えしたいと思いますので、朝日新聞、とりあえず、お前は反省から始めろとイラッと来た方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。では、今回の目次はこちらです。 で、今、朝日新聞の記事で、ちょっとした話題になってるというか、騒ぎになってる記事があるんですね。こちらは、宮前さんの1月31日のツイートですね。以下、引用です。朝日新聞に乗りました。今回のボランティア迷惑論について話しました。一番言いたかったのは、迷惑なくらいボランティアが溢れる社会を目指そうよ、ということです。 有料記事がプレゼントされました。2月1日11時37分まで全部お読みいただけます。以上ですね。で、これは災害心理学が専門だという宮前氏が、ボランティアが現地に行くことを批判する、今回の SNS での動きが異様な広がりだったということでコメントをしたことを語り手の宮前さん自身がツイートされてるんですね。 で、その記事を読むと、今回の震災で驚いたのは、行かないことが支援という言葉が生まれたことでした。ボランティアとして現地に行くこと自体が批判されましたということが無料部分に書かれています。で、この後は有料部分になりますから、引用は今回は先と置きますが、要するに、被災地に行くなというルールを設定したのは知事や首相。しかし、被災者が何を求めているのかが一番大事なはずで、知事らは、被災者の立場の声ではない。 ボランティアが足りないよりは多すぎて迷惑と言われるくらいボランティアに溢れている方がよく、外野が行くなというのはおかしいという論調なんですね。だからこそ先ほどのツイートで一番言いたかったのは迷惑なくらいボランティアが溢れる社会を目指そうよということです。とコメントされてるんだと思います。ただね、これいくつかの視点で変というか誤解というか分かりにくいというか、まず時間軸が分からない。 これ当初から、長谷知事などは、能登へ行くのはしばらく控えて、個人のボランティアは現在受け付けてないって話をしてるんですよね。1月初期に。無秩序に個人のボランティアが道路状況も悪く、救援車両なども通行が大変な状況で押しかけたら、ますます事態は悪化する。極端な言い方をすれば、一人を満足させるために地域全体を潰すということが起こるんですよね。被災者の立場に立ってボランティアが勝手に行動すれば。 これをゲーム理論などでよく言われる囚人のジレンマという話をしたのが玉木雄一郎議員でしたね。個人の満足度を上げようとしたら結果として集落全体では利益が減ってしまうかもって話ですね。 そしてこの記事では行政は被災者の立場じゃないから発言内容は微妙というスタンスですがこちらは最近よく取り上げている能登半島地震に自らも被災しながら現地で情報を取って政策に反映させようとしている立憲民主党の近藤和也議員の1月9日のツイートですが 皆様に奥の戸に入ることの自粛を求めています。私も3日に穴水町を出て以降、奥の戸に戻っていません。少しでも早くこの地域に入りたいという気持ちを団長の思いでこらえています。 皆様に感じていただきたいのは、こんな背景の私でも今は穴水町以北へ行くことを控えているということです。奥の都は命の確保と最低限の復旧の段階です。関心を持っていただくことに感謝申し上げます。その上でご支援のお気持ちをどうかその都度その都度で状況に応じてお力をお貸しいただければと思います。どうかよろしくお願いいたします。という話をされています。 もちろん近藤議員自身はボランティアをしに行くのを自らが控えたという話ではないので微妙に今回の事例とは違うかもしれませんが私はこれを個人のボランティアを含めて個々人の判断で救援に行こうとするのは今はやめてくれそれが結果として混乱を招いて集落全体を毀損しかねないというふうに読めますけどねすなわち被災者ですら勝手にボランティアに行くことを控えてくれって言ってませんかね そして、近藤議員の発言や、長谷知事の発言などを見てもわかりますが、個人のボランティアは時期が来れば来てほしいということじゃないですか 別に、ボランティアに頼らずにやっていきたいって話じゃないわけで、それに、あくまで個人のボランティアは求めてないわけで、これ、法人などが行政と連絡を取っていくことは否定されてないわけで、宮前氏の言ってる、ボランティアで溢れる被災地というのは、いつの段階の話をしてるのか、いまいちよくわからない。それに、混乱状況で個人のボランティアが大量に入るということは、それだけ身元不明の個人が溢れるわけで、それ、火事場泥棒が溢れるじゃん。 実際、二次避難所へ行きたくないって声の中には、家が壊れて鍵がかからない家を放置していけば、避難中に泥棒に取られるからという声もありますよ。個人のボランティアってどうやって管理するんだよ。でね、好意的に読めば、時期が来ればボランティアが押し寄せるべきだって読めなくもない。まあ、ただ、この論調だと、やはり初期からボランティアをたくさん入れてくれって話に読めて、だからこそ今この記事は炎上してるんだよな。 ところでね、朝井新聞、同じようなやらかしをしてますよね。こちらは1月14日の朝井新聞アカウントのツイートですが、初動に人災、阪神の教訓ゼロ、のと入りした防災学者の告白、物資の搬入が遅れたのは、半島で道路が寸断されるなどした地理的要因もありますが、被災地で起きていることを把握するシステムが機能しなかったことも要因です。それがトップの判断を誤らせています。とコメント。 この記事では防災研究者として、室崎名誉教授の見解を取り上げており、政府の初動に誤りがあった、ボランティアを絞ったのも間違いだった、という話を書いてますよ。また、泉健太代表は1月19日に、今日の立憲民主党災害対策本部で防災学の権威、紫教授と意見交換。 批判ではなく初動の遅れをどう克服するかで一致初動の航空偵察映像が極めて重要で我々からは政府は初動段階で被害状況と支援規模を分析する専門家の任命をとも提案と語りこの紫教授と意見交換をして政府の問題点を指摘しており泉健太は手に入れた情報をちゃんと政府が活用できてなかったんだとかずっと言ってましたよ ただ、1月24日の参院予算委員会で、水曜議員が、自衛隊の初動が遅れたんだ、室崎さんも言ってる、と詰め寄ったのに、松本総務大臣から、室崎さんと話をして、実は室崎さんは、自衛隊の投入規模だけを見ていて、道路事情などについては分かってなかった、ご本人がそれを確認された、ということで、室崎さんの話、前提から覆えちゃったんですよね。 いやね、もしかして、紫さんとしては、道路事情に関する考えを改めてもなお、やはり自衛隊の投入人数が少なかったとか、ボランティアをもっと募るべきだったとか言うかもしれませんよ。しかし、それを朝日新聞が確かめてない。それにそもそも元の朝日の記事で、地理的要因に触れてるので、実は松本大臣の説明も記事と矛盾しているようにも思える。 ですから、朝日としては、検証記事を書かないといけないと思うんですよね。しかし、朝日新聞が国会で前提事実が覆されたというのに、検証取材などをしてないってなんだそれ。でね、被災者の気持ちとか、もしくは亡くなった人のことを考えると、もっと早くというのは別におかしいわけじゃないですし、その声も大事だと思いますよ。しかし、当たり前ですが、政治は全体のことを考えざるを得ない。 一人を助けるために多くの人間を犠牲にするとかはありえない。被災者を助けるために自衛隊を犠牲にするような国家もありえない。今回のケースでも被災者がボランティアというか救援を求めてるのは当然ですよ。しかし道路状況などから無理があるということを説明しているのに、かたくなにそれに真正面から向き合わず、被災者が求めてるとか、もしくは未だに説明がないですが、自衛隊の数が少ないとか言って、 説明を無視して言い続けてる限り、冷静な第三者からすると、こんなことを実際にされたらむしろ悲劇だよな、としか思わないんだけどね。みんなが山本太郎みたいに暴走したら混乱じゃん。 私はね、とてもじゃないですけども、この記事でね、何か説得的な内容、論証などがなされたというふうに思わなかったんですけども、皆さんはいかがお考えでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想、をコメント欄でお伝えください。まあ、こんな風に最後の締めで山本太郎を出すとね、また令和の信者がわーわー騒ぎそうですけども。また、今回ね、松本総務大臣の爆弾発言が出たってことについて触れましたけども、その件についてね、国会のやり取りなどを抜き出して、詳細に説明しました動画をこちら側に。また野党半島にあるい暴走して山 太郎は入ったと思うんですけども彼のね弁解についてあれこいつの弁解おかしいんじゃねえのかってことについて詳しく説明した動画をこちら側に合意してますのでぜひともねチェックして,てください令和新選組の信者さんもね内容で批判してくださいね批判するなら大抵内容に触れずにわわーわめくだけなので粛々と変なやつやなと思ってるんですけども <laughs> ではぜひともねチャンネル登録高評価ボタンのチェックもお願いします次の動画もしくは明日のライブなどでお会いしましょうバイバイ